今回は先日から始まりましたモンストとシャングリラフロンティアとのコラボだね。星6ガチャゲンキャラの使ってみた動画も出しまして、使用感とか確認しつつ、あとは SS の倍率も分かりましたよということで、今回はガチャ引くべきか、今回のね、シャンフロコラボのキャラ、モンスト的に強いのかどうか、引くべきキャラなのかどうかという話をいろいろとね、やらせていただこうかなと思います。でも今は絶対に引かんといてください。いや、確かマドカマギカアルファのガチャ解説みたいな時もこんな感じの話から入ってるような気がするんですけど、まあ、ちょっと今の状況的に、まあ、引きたい人引かなくていいやって思ってる人いると思うんですけど、どちらの方も今は引かんといてほしいっていうのが一旦の結論になる。まあ、この後性能的にどうなのかっていう話もやっていくけど、今はちょっと引かないでほしいっていう状態だね。なんでこんなこと言ってるかっていうと、やっぱりもういろんなところで言われてると思うんですけど、あの、モンストの11周年の放送が近いんですよね。だいたいモンストのね、周年生放送っていうのは、10月の頭か9月末ぐらいにやってくるパターンが多いんで、まあ、いつやるかっていうのが今の段階では発表されてないんですけど、まあ、多分9月中、コラボ期間中には、周年のモンストニュース生放送いついつにやるよみたいな情報は出てくると思うんで、そこを確認してからっていうのでも、ガチャ引くの遅くないし、なんならタイミングさえ良ければ、今回もね、マドカマギカアルファと同様に、なんか終わるガチャの期間がものすごい怪しい時間になってるんですよね。いつもみたいにお昼の12時切り替えじゃなくて、23時59分の0時切り替え。特に、ここ最近の周年で発表されたコラボとかっていうのは、夜中の0時から始まるパターンっていうのがものすごい多いんで、もしかしたら周年のね、生放送のタイミング次第では、シャンフロのガチャが終わったら、そのまま次、周年のコラボが始まるっていうパターンもね、来るかもしれないんで、もしかしたらそのね、周年コラボとシャンフロコラボで性能の比較ができるかもしれないですよね。だからもしかしたらここにガチャ使っちゃって、シャンフロコラボの方に、その周年の方に石をあんまり避けないっていうパターンを避けられるかもしれないんで、まあ課金できてね、両方のガチャもう十分なくらい引けるっていう人は別にもう引いちゃっていいんですけど、無課金の方とかね、オーブの使い方をちょっと考えなきゃいけないような人は、まあ今引かないっていう結論に至っちゃってますと。で、待っていただいて、そういう周年の情報とかね、いろいろ集めてから、どっちのガチャ引こうかなっていうのを考えていただければいいかなということで、一旦は、まあ、引かんといてくださいよっていう結論に至りましたということで、ちょっとここだけは話したかった。で、こっからは、おのおのキャラのね、性能を深掘りしていきつつ、実際モンスト的に強いのかどうか、引く方がいいのかどうかっていう話をやらせていただこうと思うんで、よろしくお願いします。そしたらまず1体目、オイカツオからいろいろと話していこうかなと思います。で、このキャラの性能の構成がね、私すごい好みで、アンチアビをまあいろいろ持ってますよと。で、そこに、スアビにキラーを持ちつつ、あと、ダッシュ M だね。いや、こういうね、私毎回言うけど、もう、ワープとか転送壁とか、超アビで、速度の強化ができないキャラが、友情コンボで加速とか、自分にダッシュとか持ってて、速度のサポートができてるっていうのが、いやー、すごい好みなんですよね。やっぱこういう弱点が少ないようなキャラっていうのが、本当に私すごい好き。で、性能的にも、このアンチアビ構成だったら、エンベズラーだったり、ドケソコトリだったり、あとは来月常設化する未開の60の適性とかにもなってるんで、来月からね、未開一気にみんな駆け上れるようになると思うんで、そこの適性増やせるっていうのは、すごいいいところになってるかな。で、あとは、ダッシュ M で速度の強化できるっていうのもそうだけど、弱点キラーが、これ、スアビにもついてるんで、友情コンボにも弱点当たった時は 1.5 倍の補正がかかるんですよね。だから言ってしまえば、リムルの 1.5 倍の威力が弱点に当たった時は叩き出せますよと。だから意外とエンベズラーとかでもね、防御ダウンのカウントしっかり増やしてたら、ある程度は仕事してくれるんで、あーやっぱチェイススフィア、いいな、みたいな。で、ダッシュ M でね、速度も稼げますよっていうところで、意外と引っ張りハンティングもできるから、使ってて、なんか割と隙がないような感じが、やっぱ多かったね。で、エンベズラーの使ってみたも事前に出してて、まあ、使用感とかもわかってるんですけど、やっぱ新しいワンパン枠として実装されてるから、まあ、ポルナレフが、もともといるっちゃいるんですけど、両方持ってたら、個人的にはね、やっぱり新しくやってきた、オイカツオの方が、個人的には使い勝手いいかなと思ってる。まあもちろん反射と貫通の自分の持ってる適性のね、割合とかに関して、ポルナレフを採用せざるを得ないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、どっちもいけますよって言うんだったら、私、オイカツオの方ができる仕事量が多くて、好みかなって使ってて思ったね。
で、SS に関してもね、意外とこれ、ちょっと複雑な要素あって、ちょっとここは、モンストのね、こういう SS 倍率検証ガチ勢のポテトさんという方の印象、倍率を引用させていただいてるんですけど、もちろん許可もね、得ております。で、これ、実はちょっと複雑な仕様になってて、まあ、SS の仕様自体はね、敵の弱点がここにあって、追いカッツがこことかにね、バカーンって当たって攻撃しても、弱点の倍率を勝手に拾ってくれる、いわゆる板取りとか、怪獣8号とかと同じような弱点必中仕様になってて、それはすごいね、使ってて初心者の方も扱いやすいから、すごいいい感じの仕様になってるかな。あと、細かいところで言うと、マインスイーパー持ってるんで、地雷回収してぶん殴ったら、1.5 倍火力漏れるっていうのも、こういうワンパンだとね、すごい助かるかな。で、あとは特殊な仕様がこのキャラ持ってて、敵の数が少なければ少ないほど威力が上がるっていう仕様も持ってるんですよね。これはさすがにね、ただ使っただけでは絶対に気づかないわ。だから、いわゆるボスとタイマンを張ってる時に最大火力になる14倍の威力を叩き出せますよと。で、そこに蝶バラ補正とキラーも乗ってくるんで、意外とこれワンパン界隈でもそれなりに高めの威力になってるかな。特にマインスイーパーとかまで持って火力もさらに漏れた時に出せる威力は本当に光属性界隈でもかなり高い威力になってる部類になってるね。だから、意外とこれワンパンキャラとしてもかなり優秀になってるかなみたいな。いや、ここに SS の短縮要素とかがあったらガチで完璧だったんですけど、まあそこまでやっちゃうと重心化返した時の隙がなくなるからね。まあそこは重心化返した時に板取りみたいにね、なんかそういう短縮要素ついてくれることを祈ってます。あと、カツオに関しては、霊絶エンベズラーでね。まあ、霊絶の中で一番壊されてると言っても過言ではないエンベズラーの新しい適性として実装されてるんですけど、ここでの強さについてもちょっと触れておこうかなと思います。で、これに関しては、もう本当にいろんな適性がいるわけなんですけど、私は持ってたら最適周回パには、ほぼ組み込まれるんじゃないのかなっていうぐらいの強さは、やっぱり持ってるね。やっぱりワンパンキャラの立ち位置っていうところで、替えの効かない存在。一応ポルナレフも同じことができるんですけど、火力感に関しては、蝶バラキラーで別にポルナレフと火力感変わらないし、どっちかっていうと、ダッシュ M 持ってるんで、速度の強化できてるっていうのがすごいでかいんですよね。特にルミナスでそういうサポートが、所持的にね、できないっていう人は、このダッシュ M の恩恵をすごい、ポルナレフ使った時よりも感じやすいんじゃないのかな。で、あとルミナス持ってるんだったら、スピードアップのサポートもそうだけど、毒不要っていうところもできるんで、ここは本当に、ルミナス組み込むんだったら、モールズ使えないんだったら、絶対に追いカッツを入れないと、毒不要しないルミナスなんて、もう、ルーのないカレーみたいな感じなんで、だから本当に、弱くなっちゃうんで、そこはやっぱりね、カッツォの方が新しい適性なんで強いかなっていうところもあったりする。あとはワンパンの威力に関しても、敵の数が少なければより威力が上がる仕様っていうところで、ポルナレフ普通に超えてくるんですよね、ワンパンの威力が。だから、ボス1とかボス2ワンパンっていうのが、多分ポルナレフよりもより安定してできるかなっていう感じ。私もエンベズラーは一時的にちょっとポルナレフを使ったワンパン周回も試してたりしたんですけど、やっぱそっちやってた時よりもかなりボス削りワンパンは安定するかな。特にやってて一番違うなって思ったのが、ワンパンの威力もそうだけど、やっぱり自強化からの入れ番なんですよね。ポルナレフは一応これ自強化が入ってから追撃打つんで、その防御アップのカウントを増やせるっていう利点があるんですけど、防御アップのカウントがすでに満タン状態になってたら、ボス殴りたくないんですよ。だから縦勘なり横勘なりで、あんまりボスを殴らない動きをしたりするんですけど、その殴ってる最中に入れ番とかして吹っ飛んで、ボスの弱点パンって殴って、追撃打つ前に普通に倒しちゃったみたいな。あれ起こると、マジでエンベズラのストレス上がるし、負ける可能性も結構上がってくるんですよね。だからそういう事故が、やっぱり連勝システムがある霊絶で起こられると困るんで、まあ、防御アップのね、カウントが増やせないっていう欠点があったりするけど、張り付いて即座に追撃を打てるカッツオの方が私は好みだった。まあ、この辺は自強化でカウント増やせるから私はポルナレの方が好きですっていう人もいたりすると思うんで、そこはちょっと人それぞれみたいな部分もあるけど、私はその辺考えたらカッツオ派みたいな、そんな感じになってるね。なので、まあ、カッツオはね、やっぱり3人の中で玄関強で一番刺さってるんで、正直、今の状態だけで見る当たりキャラ誰っすかって言われたら、私カッツォって言われても、普通に、ああ、確かにねって言うと思うわ。だそれぐらい、やっぱカッツォは今の環境に刺さってるし、性能の完成度も高いと思ってる。ただ、今の環境にめっちゃ刺さってるってことで、正直、未来で株が上がる可能性っていうのは、
まあほとんどないかなと思ってね。もうワープ転送も地雷転送も未開と霊絶で消化されてるんで、まあトリプルアンチとか、まあ魔法陣地雷転送とか、まあそういう構成で輝く可能性はあるけど、それするんだったらまあ他にねたくさん刺さってないあの転送壁の組み合わせとかたくさんあったりするんで、そっちの方を優先的に消化されそうだから、これからのカッツオが株上がるっていう可能性はそんなにないかなとは思ってる感じね。いわゆるだからもう今の環境で引きたい人向けのキャラみたいな感じになってるかな。そしたら二人目はアーサーペンシルゴンだね。このキャラになります。性能に関してはブロックワープ原則の反射ですよっていうところで、使ってみた動画でも言ってたんですけど、最先端のクエストで使えるところが一切存在しません。まあ、古いクエストだったら使えるところがね、ちょこちょこあったりするかもしれないけど、それは他にも代用キャラがたくさんいるんで、いやー、ペンシルゴンさんないと、このクエストはちょっと困りますわー、みたいな感じの、そういう感じのクエストがちょっと今はないんですよね。だからこれは、まあ、未来をめちゃめちゃ見てるんじゃないのかなとは思ってる。で、割とこのキャラに関しては、私未来の可能性、それなりにありそうかなとも思ってるんですよね。なんでかっていうと、これ反射だから。これ、貫通にしてれば、今の環境でめちゃめちゃ受けがいいんですよ。ワープ原則貫通の闇属性って言ったら、天炎6じゃないですか。まあ、金木くんとかね、ジュズマルとかがいるクエストにはなってるけど、金木くんは入手不可能だし、ジュズマルもね、0.4% のガチャ挑まなきゃいけないんで、持ってない人からしたら、貫通にするだけで、めちゃめちゃユーザー受けいいんですよ。しかも SS 割合持ってるから、コンテナ持ってぶん殴るっていう、あの仕様もめんどくさいんで、それをね、楽できるっていうところも、あったりするし、割合能力は金木くんよりも高かったはずなんですよね。だからそういうところで、貫通にするだけでユーザー受けめちゃめちゃいいんですけど、それを一切捨てて、意図的に反射にしてるっていうのは、これちょっとね、まあ、梅さんの嫌がらせっていう可能性も否定できないけど、ま、さすがに商売かかってる中でそんなことはしないでしょってところで、やっぱ意図が、あるかなとは思ってる。で、刺さった時にはやっぱり状態上回復、超レザスとチャージのサポートとか割合とかいいところを持ってるんで、まあ、刺さった時の輝きを考えると、まあ、持っておきたいかなみたいな感じのキャラになってるね。で、SS の仕様に関しても、ただの割合じゃなくて、また特殊な仕様の持ってる割合になってて、これもまたポテトさんの引用させていただきました。ありがとうございます。で、これの仕様に関しては、SS を打った時、ファンタスティックってなった時の自分のヒットポイントが少ないほど割合の威力が上がって、めちゃめちゃ低いヒットポイントだったら、割合能力がね、4割になりますよっていう仕様になってるね。で、一応これね、同じ仕様のワンピースのゾロがいるんですけど、あれともちょっと実は違ってて、ゾロの場合って、6割、ヒットポイントが6割を切ったぐらいから、グンって上がるんですよね。だから6割以上のヒットポイントの時って、ゾロの割合ってそんなに大したことないんですけど、ペンシルゴンの場合は、25% から始まって、ヒットポイントが少なくなってればなってるほど、威力が上がっていきますよ、みたいな。ゾロの場合は確か最高 60% で、まあ、ペンシルゴンは 40% ですよ、みたいな。ただ、そういうね、もうヒットポイントが 90% とかの時点で見ると、ペンシルゴンの方が強かったりするんで、なので意外と平均の威力に関しては、まあどっちもそんな変わんないかなみたいな。まあヒットポイントが少ないほど威力が上がる割合の新しい仕様を今回持ってきましたよっていう感じになってるのが、やっぱちょっと倍率調べてみると面白い点になってるね。まあそんな感じの仕様になってますけど、なので低いヒットポイントで打つと威力が上がるよっていう感じね。で、未来の可能性触れてったんですけど、もう本当にこのキャラは、ワープブロック原則。これ一点狙いです。ダブアビだったらいくらでも代用キャラたくさんいるんで、ペンシルゴンいないと困るわっていうのは、この枠になってくるかな。で、しかもこれね、本当に初回適正感がすごいんですよね。なんでかっていうと、もうこのガチャ限6人の中のこの5人、みんな、ただの原則壁なんですよ。超原則はダンテしかいないんですけど、ダンテはスピード型の超原則なんで、速度十分にあるから、多分刺さっても、そんなに強くないんじゃないのかなみたいな感がある。だから最初、難しいクエストやってきて、これらのキャラでプレイしてください。でも、みんな原則回持ってないんで、うわぁ、速度が、加速できなくて辛いよっていうところに、後出しの適正で、超原則持ちのキャラやってみました。それで、限定として売ります、みたいな。いや、そういうのやってくるやり口なんで、いやね、意外と、ワープブロック原則の、やり口で、ちょっとやってきそう感が強い。むしろ来なかったら貫通にしとけよって。私、運営さんに言いたくなるんで、ちょっとこれはね、まあ、期待したいところでありますと。そんな感じになってます。まあ、ただね、そういう可能性があるとは言っても、霊絶に刺さるのか、なんかどうでもいい爆絶とか豪絶とかに刺さるのかはよくわかってないんで、基本的に初回でね、私絶対勝ってどやりたいです。優勝以外は、スルーが推奨おすすめにと。だってます。本当に、ガチ勢の方以外は、ペンシルゴンを引いてもね、基本的には倉庫版なんで困ることでしょうと。で、超高難易度が来た場合は、
これはちょっと可能性感じますね。割合この中で持ってるのはペンシルゴンなんで、やっぱ難しいクエストってボス削り大変じゃないですか。それを割合でごまかせるっていうのは、まあアジテーターしかり、フォーサーしかり、もう難しいクエストの割合っていうのは一気に輝くんで、そうなった時には、あ、もうペンシルゴン持っときゃよかった。なんであの時聞かなかったんだ。アリスアルファとか、カンロジさんとかと同じじゃねえかみたいな、そういう感じになるんで、そこを気をつけたい人は、ペンシルゴン、ピックアップで引いときましょう。興味ない人は、後出しの適正で引けばいいやっていうオチになるんで、スルーしときはいいかなと思います。そして3人目のシャングリラフロンティア、主人公キャラのサンラフくんだね。このキャラに関しては、重力地雷ブロックワープ対応と、いわゆるあんまり刺さってくれないアンチウィンドとかつけて、あー4アンチアビだねみたいな感じの、かさ増しアンチキャラではなくて、ちゃんと対応してないと攻略が厳しくなる4個のアンチアビを対応してますよと。なので、この組み合わせでいけるところっていうのが結構多かったりするんですよね。あとは、どこに連れてっても、絶対に刺さってくれる、ファーストキラー M を持ってますよと。だから最初に殴った敵のね、種族がキラー M2 倍になるんで、まあ、幻用だったりする、なんかその、霊絶とかのめんどくさい敵の相手でも、キラー M がしっかり持たせられる仕様になってるし、あとは、超スピンあるんでね、重力のないクエストとかに連れてっても、速度は確保できるっていうのが強みになってるかな。で、あと、友情コンボがね、調教ハイクロスっていう、いわゆるもうナイトメアでね、皆さん強さはご存知かと思います。あの、調教ハイクロス、やべーって。あれと同じ友情コンボを持ってるっていうのが、まあ、サンラックみたいな感じになってるね。そして使う場所に関しては、使ってみた動画では、試練1とね、あと店員さんの道中で色々と使ってみました。試練1はちょっと SS の仕様が噛み合ってなかったんであれだったけど、店員さんに関しては、これちょっと適正ない人に関しては、採用する可能性は全然あるかなっていうレベルだったね。で、肝心要の完全対応のアレスターで、使えてないエアプ評価に今回はなってます。あの、ちょっと木曜日の夜降臨なんで、あの、追加超級曲も発表されるだろうから、そっちの方に時間が割かれることになるんで、ちょっとね、あの、エアプ評価に今回はなるということをお許しください。で、なので使えるところは結構あったりするんですよね。で、特に店員さんではね、ちょっと中途半端な使い方になったけど、裏で色々試してきて、実用性割とありそうなのが、わたつみの接待を使って、もうボス1とボス2を1手ずつで終わらせる速攻攻略。で、特にボス1は三楽の SS 使ったら、これもうほぼ確と言っていいほど、確実にボス1削り切れる。で、ボス2に関しては、多分今動画もね、合わせて流してると思うんですけど、ちょっとボス2は画面外に敵がいる都合上、あんまり三楽 SS が輝かないんですよね。だからそっちは多分重造に任せるか、まあ、三楽2連続でね、あの、うまいことやれれば削り切れることもあるんで、ちょっと運ゲーにはなっちゃうけど、そういう攻略の仕方で、あの、店員さんをね、一番最後まで攻略するっていうところは可能になってくるかな。ただ、わたつみ大前提になってくるんで、ちょっとわたつみ持ってない人は、あの、その攻略はちょっと難しいよっていうのはあるかもしれないです。まあ、ちょっと動画は今流してあると思うんで、そっち見て軽く参考にしていただければっていう感じになってるね。そして、サンラクくんの SS に関しては、直な国と割合がね、混合してるタイプの SS になってます。これは事前に使ってみたとかでも分かってたんですけど、そこの仕様がすごい複雑だったんで、こちらもまた引用させていただきました。で、特に割合に関しては、特殊な仕様で、これもまた、ヒットポイントが低ければ低いほど、割合能力がね、上がっていくっていう仕様にペンシルゴンと同じような感じになってますと。で、追撃はそこに直殴りも入ってるんで、そこはさすが主人公みたいな感じだね。このキャラだけ、唯一ね、クリティカルの演出が原作再現仕様になってるんで、かなり優遇を受けてますよっていう感じにもなっております。はい。で、ここからは、一気に話変わったと思うんですけど、私、サンラクくんアンチになります。このキャラは、私めちゃめちゃ言いたいことがあるんですよね。で、そういう汚い話を今からするんですけど、聞きたくないよっていう方は、編集で何分くらいまで飛ばしてねっていう話書いておくんで、そちら飛ばしていただければかなと思います。じゃあ、ここから、サンラクくんのね、汚い話、いろいろやらせていただこうと思うんですけど、このサンラクの SS、追撃のね、クレセントボーパル、これ発動した時に、ヒットポイントが3分の1になるっていう、このキャラ独自の原作再現仕様があるんですよね。で、これ聞いた人は思うでしょ。あ、ヒットポイントが3分の1になる仕様と、低いほど割合の威力が上がるっていう、この仕様、噛み合うようにできてんだなと。私もそう思いました。でもこれ、噛み合わないんですよね。いや、これ本当に私、はって思って、これ割合の威力、どこの時点でのヒットポイントの数値を計算して決めるかっていうと、自分が動いて、
止まった時の自称する前のヒットポイントの数値で割合の威力っていうのを決めてるんですよね。まあ、言葉で言ってもあんまりピンとこないと思うんで、これはね、ちゃんとした映像を撮ってきました。一つが、ヒットポイントを事前にね、3分の1に調整した三楽の SS。で、もう一個が、満タンの状態で SS を使って、SS の追撃が発動する段階で、ヒットポイントを3分の1にした三楽の SS。今映像をね、流してると思うんですけど、これの割合の威力。同じヒットポイントになるように割と調整したのに、いや、割合能力全然違うじゃないですか。そういうことなんですよね。3分の1にするっていうのが、これをする前のヒットポイントで計算してるんで、割合能力上がらないんですよ。3分の1になったところで。だから、マジで、この SS、自称する意味がはっきりないんですよね。マジで。自分から死にたくなってるだけ、マジで。SS だとに疲れて3分の1になってるだけなの。本当に、なんでこんな風にしてんだっていう。で、割合能力も、ぶっちゃけこれそんなに高いわけでもないし、なんならね、さっき見せたペンシルゴンの方がほんのちょっと高いし、別に、割合全体界隈で見ていっても、わざわざ3分の1にしてまで、するような威力じゃないですよね。これがなんか3分の1になるから 50% 割合とか、なんか、追撃の方はね、割合の威力が上がるとか、クリティカルが出やすいとか、弱点必中になってるとか、なんかそういう、何かしらね、3分の1になるというデメリットを補って、あまりある、何か強い要素があるかと思いきや、まあ、別にないんですよね。本当に。何やってんだこれ。それ、弱点露出、弱点強化2倍とかまで全部組み込んでもいいぐらいの、めっちゃ致命的なことしてんのに、それにあまりあるプラスが、まあ、ないんすよね、マジで。で、三楽に関してはもう本当に私気になるとこ多すぎ。主人公なのに、なんで5アビしかないのみたいな。まあ、運営さんがもしかしたら主要4アンチアビをめちゃめちゃ重要視してて、やらなかったっていう話もあるけど、別にそれ最近マナとか、なんか、そういうキャラでもやってんのよね。マナとか見てくださいよ。アンチアビ以外にたくさんもろもろついてるじゃないですか。これ見たら、マジでこんなん、もうルー一滴かけただけみたいな感じになってる。で、しかも、アレスターだとね、結構重要になってくる。超アンチワープもつけてくれないし、これだったらね、全部超アビにしててもよかったんじゃないのかなっていうのも結構思ってる。で、友情コンボにキラーも乗せられないから、なんかファーストキラーは殴りにしか乗らないし、まあ、さっき言った謎のクソ自称 SS 仕様。もうこれ本当に、三楽くんが現実にいたとして、これ、自分のキャラ出たじゃん、使ってみた !SS の仕様調べた、クソ SS じゃねえかって多分切れる。絶対切れる。いや、そう言ってもいいぐらい、マジでヒットポイントを3分の1にする、でも原作さんにいらないんですよね。いや、これマジで、これ大丈夫かなと思ったけど、大丈夫じゃなかったわ。まあ、そんな感じで気になる点はね、話しすぎてもあれなんで、ここで終わらせて、あとは、ちょっと使ってないけど、アレスターの強さだね。ここら辺は、まあ、クエストはもうすでに分かってるんで、イメージの段階なんですけど、強さに関しては、多分ね、さよくらで翌年理論は普通に出てくるかなと思います。やっぱりファーストキラーっていうね、原用に対してキラー乗せられるっていう要素を持ってるんですけど、あのクエストって割と雑魚を先に殴って防御ダウンしてからボスを殴りに行くっていう仕様なんで、魔導士に対してキラーが乗りがちっていうパターンは結構ある気がする。これは使ってみた動画のアレスター戦も見たけど、あれは多分いいところしか見せてないんで、実際にステージを1から10までちゃんと通してやると、あれ意外とファーストキラー発動しようと思ったら変なルート取らないといけなくねみたいなパターンは結構起こりそうな気がするかな。で、あと、追撃をね、ラスゲで使ってたっていうところもあるけど、ヒットポイントを3分の1に減らすから、あれ多分、アレスターの爆発攻撃と合わさった状態だと多分死ぬんすよね、倒しきれなかったら。だから、ラスゲを追撃でワンパンしてほしいんですけど、それができてないっていうのも、ちょっと不安よね。まあ、熱敵士の弱点強化と合わせれば、ヒットポイント満タンからでも持っていけるっていうんだったら、大丈夫かなとは思うんですけど、単体でちょっとワンパンできてないっていうのは、少し不安。それだったら普通に挟まりに行って削った方がいいんで、三楽くんがめっちゃ輝くとしたら、多分そんな感じでね、挟まるの苦手な人が、挟まらなくても、追撃をぶち込むことで、特にラスゲは、なんか倒しきれますよっていうのができたりすると、輝くかなっていう。まあ、そこはちょっと、いろいろ試してみないと、わかんないところになってくるな。それから、熱敵士と組み込むっていうパターンも、いろいろあったりするしね。まあ、その辺はまた、ちょっとアレスターで正確な強さっていうのは、使ってみてやった時に、いろいろ決めようかなと思います。で、あと、このキャラはね、まあ、現環境だと、そんなめっちゃ最適級があるわけじゃないですけど、一応ね、未来の可能性も実は残されてるんですよね。まあ、メイメイさんと組み合わせる重力ワープブロックルート。で、メイメイさん自体も、正直そんな輝いてなんで、あとはここにね、折りキャラだったりがなんか追加されたりすると、ちょっとこの刺さる、
可能性出てくるかな。で、あともう一個は、室ヶ谷とのこれ組み合わせの重力地雷ブロックルートだね。あの、室ヶ谷さんが重心化かい、新重心化かした時に、あの、適正ないと困るじゃないですか。いや、こいつどこで使うんだ、試練6なんてもう終わってるぞみたいな。そんな感じになっちゃうんで、多分何かしらのね、難しいクエストを将来的に追加してくれる可能性はある。その時に、まあ、三楽もね、あの、おこぼれに預かって、いい感じに戦えるかなみたいな。まあ、そういう可能性がちょっと秘めてたりするかなっていうのが、未来の可能性みたいな感じになってくるね。正直、主人公で、こんだけちょっとね、よくわかんない性能になってるっていうのが、運営さん絶対ね、いや、そんな嫌がらせで作るわけがないんですよ。いや、シャンフローそんな好きじゃないから性能も適当でしょみたいな。そんななんか素人みたいなことしないんで。さすがになんかね、意味のある作り方はしたと思うんですよ。だから、まあ今はね、ちょっとあれだけど、まあ多分、運営さんの新しい実験みたいな可能性が、だから今の環境で、それなりにね、強い立ち位置を持ちつつ、未来でちゃんと指すような性能を作った場合、ユーザーってちゃんと引いてくれんのかなみたいな。まあ、もしかしたらそういう実験台にした可能性は、全然ある。ちなみにこれかなり好意的に性能を見た評価になってるからね。で、あと、まあ、さよぐらでよくねとか、あと、店員さんもね、まあ、ノンノアルファとか、十蔵とかでよくねみたいな、まあ、そういう話ってきっとコメントとかでもね、出てくるかと思うけど、もう入手不可能か、確率 0.4% っていう、めっちゃ低い確率のガチャに挑まなきゃいけないんで、まあ、ある、それなりにね、高い地位にいるような性能を 1.8% で得られるっていうのは、でかいかな。だから、持ってる人からしたら、いや、三楽なんて別にいらんしょ、みたいな。話は出てくるけど、肝心なのは、自分が持ってるかどうかなんですよね。それで勝てないんだったら、やっぱり三楽はね、アレスターのために引きに行く勝ちっていうのは、出てくる可能性っていうのは、全然あり得る。だからまあコメント欄でね、まあ性能も正直、まあぶっ壊れかどうかっていうと、そんなにぶっ壊れには寄ってなさそうな感はあるけど、いるかいらないかっていう視点で見ると、まあ、もしかしたらいるかもしれんで、そういう時は、引いても全然いいかなっていう感じにはなるかもしれないね。そんなわけで、いろいろ話していったってところで、最終的なまとめをパパッと話していこうかなと思うんですけど、まずはアニメ続編できるかどうか。正直、10月からアニメ2期は始まるけど、それだけだと、ちょっと敵味方ちゃんと足りるかみたいな不安は正直やったりする。まあアニメの最後に出てきたこんな可愛い女の子とか、2期になったら出てくる可愛い女の子とか、もっとアニメが進んだら出てくるね、こんなイケイケのおじさまとかいらっしゃるんですけど、まあちょっとアニメ2期の範囲内だと、続編までのキャラ数と、あとはオイカッツォとペンシルゴンの進化形態みたいなのが、ちょっと出てこないんですよね。それが出てくるのがアニメ3期の方になってくるんで、そこまでやったら絶対できるとは言えるけど、2期だけだとちょっと不安。だからシャンフロコラボのね、性能なんやかんや言われてるけど、好きだったらここで引いとかないと、まあ、次に出会えるのはもう3年後とか4年後とかになる可能性は全然あり得るっていう感じだね。あとは性能の最終的なまとめ引くべきかっていう話だけど、とりあえず、霊絶の適性、エンベズラーしかり、あとは、アレスターしかり、その辺持ってないっていう人は、サヨグラがうんぬんとか、いや、ヨルアルファとかポルナレフがうんぬんとかいろいろ言われても、持ってねえんだから引くしかねえんだよみたいな感じで、引きに行くしかなかったりするし、まあ、あと強いキャラ引けばいいじゃんっていう理論も 0.4% なんで、まあ、無尽蔵に課金できるんだったらいいけど、0.4% ってハマるときはガチで引けないんで、そこも厳しいですよと。あとは、まあ、ペンシルゴンとか、あとは三楽もそうだけど、ちょっと未来の匂わせがそれなりにあったりするんで、初回の高難易度、攻略してどやりたい勢は、ちょっとなんやかんや言われつつも引いとかないと、結構厳しいかなっていう感じ。で、あと、いろいろ言われてたりはするけど、あのね、コラボの3キャラ全員が、もう実装当時だけ輝いて、その後3人全員が、未来で一切、もうちょっとでもいいから輝くことがないまま沈んだ作品って、まあ、そんな深い検証してるわけじゃないけど、ほとんどないと思うんですよね。あんだけボロクソ言われてた、まあ、進撃ですら、もう速攻でね、近畿深淵刺さったり、ハガレンも実装当時、って言われてたけど、天演後のワンパン枠とか、あと、あそこ、まあ、オリビエも未開で刺さったりとか、あと、まあ、コルロでリンヤを刺さったりとか、いろいろと刺さったところっていうのは、ちゃんとあるんですよね。ロイマスタング、近畿深淵刺さったり。なので、そういう光り輝くことはちゃんとあるから、そこが怖いっていう方は、引いといて、いや、それ初回のやつ興味なくて、今強いキャラが私を星については、特玉する完全フィニッシュ。まあ、多分そういう流れになるんじゃないのかな。まあ、そんな感じで、いろいろとね。まとめさせていただきました。で、これ聞いて、引きたくなった、引きたくなくなったっていう人もいると思うけど、引きたくなっても、周年の放送のスケジュールが判明するまでは、絶対に我慢することということで。はい、じゃあ、宅配来たんで、はい、出回す、終わり、ごきげんよう。